辞めるのはもう来年に決まったっす。あ、ね、それにしよう。え、本当に僕の中でやってない。まあまあ、いいよ、じゃあ。なんで辞めるの？独立します。とりあえず最初は、手間受けでやらしてもらって。独立することは別に悪いことじゃない。歩く出たら入ったら、そう。競馬じゃねえぞ。そんな敷居低いか。独立って、そうじゃん。いろんな人から周りで。もうちょっとなんか、感じてほしい。経営者になるってこと。危ないですよ。頑張って30分撮っても途中そんな感じやばい。めちゃくちゃラリってる人みたいになってる。スローになってた。スローになってた。危なかった。またも昨日に続き今日ですけど。昨日に続き。堀川翔。ここで堀川翔ずっといじられることになっちゃった。堀川翔の。アンサー動画みたいな、ちょっと YouTuber っぽいやつ撮って、はい、日本人の方が。そうなんだね、直接言えやっていう、あれもあるけど、これの教育です。小林龍太。で、あ、竹さんだ。あ、いない竹です。見られちゃった。あいつ絶対今気づいたけど、気づかれちゃう。あ、ドックさんいる。はい。お疲れ様です。どうぞ。セイチェイダゲー下もこっちが映せない。はい、お前何言ってんお前何言ったの。タケもずっと当てるんだよ。そうっす。タケさん辞めた説出てるっすもん YouTube 界隈では。タケ辞めたよ。タケ辞めたよ。なんか辞める。もともと自分で会社で撮ってたの。うん、ちょうどコロナのピークの時期で新築建てるお客さんもいなければ材料が海外から輸入が届かないから足場を組んでも待ちの期間が長いので、うん、あ、そういうことか。今度辞めるってことや。辞めるのはもう来年に決まったっす。え、本当に僕の中でやってみる。何、僕の中で。まあ、まだいいよ。じゃあまだ正式な日にちは決まってないですけど来年の末ぐらいに。いいえ。これは初耳だろう。2年そうだな。なんで今年入れて来年入れて2年。最近急に変わっちゃった。急になんか急にネタできちゃったし。そう、さりげなく入れてくんだよ。なんでやめる。独立します。お前も言っとけ。どうやって。とりあえず最初は手間受けでやらせてもらって。どこの仕事？うちの仕事？いや、静岡の仕事。なんでうちの仕事やの？静岡帰りたいのか。もともと静岡にも僕と一緒にやりたいっていう。まあでも、どうだろう、会社買うと。それが白紙になったんです。あ、そうなの。向こうに人がおるってことか。そうっす。もともと従業員かな、僕たちが。今、その子なんだよ、どう？いや、自分たちで個人でやってるんですけど。うん。畑さん来るなら。僕、ここ来て、うん、もう僕が法人に切り替えるかもしれない。あ、そういうことだ。来年年末？末ぐらいです。あ、はい。はい。まあ、はい。すごい、ちっちゃい。声ちっちゃい。しかも、声ちっちゃなんか危機を感じたぐらいの感じ寄ってた。来るだろう、それ。お前話し合えや。じゃそうや。だってお前ら、なんか独立って、やっぱやめますわ。やっぱ独立しますわ。なんで俺お前らにこう振り回されなかったってなるもんな。独立すること別に悪いことじゃない。いいんだけど、なんか振り回されとる感が半端ない。いや、なんか軽く言うなやって感じ。いや、独立するっすよ、来年。それにしよう。うん、でもうカメラ回ってるんでまずギリギリ俺守っとるけど、はい、別に興味ねえわお前の独立見て感じ。ほんとなのになんか軽くやっぱやめませんとかやっぱ戻りますとか違う違う遊び場じゃねえよお前ら。なんでお前ら都合に俺合わせなあかんだってもうなるもんな。でそれお前らも会社やったらそんなこと通らんだろって、うん、なんで正式な日にちを決まってから全部話そうかな。でそうしろよ。じゃあ言うなよ。じゃあ
いや、独立するっすよ、なんて言い方すんなよ。で、それを聞いてお前も、いや、寂しいっすね。それだけお前ら。この怒るやつ誰もいねえな、お前ら。恥ずかしねえな、お前ら、大人が集まって。お前、虹のわけじゃねえぞ、で。ちゃうか？いつだ？ 28 です。20代だったらいいみたいな。お前20代ですよ、まだみたいな。今感じ出したよな、今な、お前。いや、ちょっと、まあ動画でちょっと大げさにも言うし、でも、まあいいや。まあ別にね。だけど、笑われるのはお前らしい俺だよね。そうやって許してんだ。あんなこと許してんのとかってさ。なんかテラーでも何でもそうやろ。ね、こいつの旦那の権利もそうじゃん。なんか、軽いねんって。何に対しても。それってすごい重要なことだと思うんだよな、俺。まああいつが今営業上がって、まあ昨日アンサー動画撮ったから、まあ今視聴者は知っとるぞと思うんだけど、まあたった3ヶ月で、いや、どんだけだな、殺されてる。で、それ、何を知っとる？何をします？とにかく聞いてない。何も聞いてない。忙しいもんで戻ってきたの。みんなそう思ってんだよ、やっぱり。いや、翔くんそんな話しないっすもんね。堀川翔は何も言わないんだ。おい、忙しいもんで戻ってきたの。しれっと戻ってきたみたいな感じになってる。しれっと戻ってきたみたいな感じになってる。気づいたら毎日いるなーみたいな。営業どうしちゃったんだろうって。あ、それはあんま話さないんだ、お前。普段は喋ってくれるっすもんね。なんかある。だけど今回ばかりはなんかしれっと。あ、そうなの。あ、そうなの。ボソッとは言ってました。営業向いてねえや、俺。それ一つもそうじゃん。営業 やるな、向いてねえやね。俺、終わることがそれデリ嫌なんだわ。だってさ、すごいお金をかけてあいつに3ヶ月の教育をしたわけじゃん。で、営業だからって言うか25万な、30万なって取るわけじゃないのかな。うん、すごい金額もらいながらやっとるわけじゃん。いいか悪いかわからんよ。でも俺はいいと思ってやって。で、俺はあいつ、まあ戻って、まあ俺本当よかったと思うんだけどね。やっぱできないっていう結果も一つ学びじゃん。あ、俺これ飛べないわって、飛んでみんとわからんや。俺は別にいいと思ってんだけど、なんか、あいつもそう、さらっとしてるから、それ入れつくわけよ。で、一個一個やっぱ、もっと重く受け止めてほしいってことなんですな。いや、もう、やめっすよ。マイナス。舐めてるよ。圧は、そら圧出るんだろ。で、これ聞いたら、寂しいっすね。お前が一番舐めてるだろ。堀川翔、アンサー動画出せよ。じゃあ堀川翔終わりや、もう全部お前。もう全部ね、全部ね。あいつは教育係やろ。で、うちが事故ったら誰が頭下げるの、最後。授業の事故って人殺し。誰が責任？社長。そう。だからまあ、責任を取ったら。あ、俺や。俺やって堀川翔太って俺じゃんって待って気づいちゃったってじゃあだけど俺はまああいつに一任したからそれを最後は俺はあるな独立ってほんそうじゃん俺いろんな人から周りで「あいつ何でしょ」って人に「おい」「あいつこうだよねあれやね」でもそれって別に俺が言わしとるわけじゃないじゃん俺は別にいいよってやりたいならやれやって別に全然さそうじゃん動画の中でも言ってるじゃん、はい、独立ってやっぱ甘いよね俺は逆なんだ別に出るのもいいんじゃないですかって俺どっちかとそっちからスタートしたから、うん、頭悪いからねあの人はどっちかと伊藤さん頭いい人じゃんだからなんか作り上げてからやる人なあみたいなでもお前らもバカなんですよいや別に悪口じゃない俺もバカなんだからやって事故って初めてあこれやべえんだってなんか一生懸命やっていけばいいんだけど対人とお前らが社長やるのにさいや、じゃあです。やっぱいいっす。めんどくさいっす。って。いや、お前、それに取っていくのって。ね。お疑わしになっちゃったから。笑ったんだ、お前。笑ったらおかしいだろ、俺が。まあまあ強いし、ね、ピンタン。イラついてんだよ、お前って。でも、イラついていいやと思って。今までだったら、もう大人っぽく、大人げな、大人っぽく、あ、そうか、頑張れよ、だけで、今まで動画では笑わしてんだ、俺。でもそれに対する周りの反響ってやっぱあって。で、俺だけが損してないって、お前、こいつらもそう、トシ君もみんな損してない。やっぱ見てる人見てない。ちゃんとした人はね、やっぱ成長させていかんとさ。で、それをじゃあ俺も伝えてあげるとさ、俺は別に、まあ、嫌われてもいいやと思って言ってるけど、
な、そう、そんな軽い気持ちでやめてくね。でも俺は別に今日明日お前が辞めるからお金が損するとか特殊で言ってるわけじゃないから、それはそれであるよ、もちろん問題としてね。もうちょっとなんか感じてほしい、経営者になるって。いるよ。笑っとるやねえか、明らかに。笑ってない。逃げるの早。やめって言えない雰囲気じゃ出せばいいんかって。でもそんなんじゃない、会社。会社入るのよ。入らせてくださいお願いしますって入るのさ。やめさせてくださいお願いしますって。雰囲気じゃない。やめるのがいいよ。ちゃんと言うやん。軽く出て入るから。その遊び場じゃねえぞ。そんな敷居低いか、うん、説教動画やってるいやだから伝え方も分かる、うん、なんとなく分かる。別にそれを俺は反対しろわけじゃないよ。お前がやめていくの反対しろわけじゃない。イラついてるだけ。何も喋らないですね。何も喋らないですね。喋らないです。いやいや、お前喋らせる。それできるの？いいよ、いいよ。いいよ。喋らんの？でも閉めようか？閉めていいんだね？いや。あー、すごいよ。昨日よりも今日が。ええよ、これも大事だよな。いいわ、いいわね、社長がさ、まあ動画、まあ合ってるもあったら、まず、知らないことはないですよ。でもそうだなって思ったから、今日、ニュージーと会って。なんか、俺はいい風に捉えた。ああ、臭っとだなと思ったんだけど。ちょ、ほんとに。ずっと会ってないし。考えようか、あいつはあいつなりにやってんの。そう。そうでもない。どう感じる？日本とか、なんか、あの辺をちょっと今日聞いたんだけど。言ってるだけ。現場ではそうでもなさそうで。あ、そうだ。うん。口だけ。いや、言えばいいと思うよ。別に悪口じゃないよ。はっきり言ったのが大事じゃん。日報っすか。まあ思ってるもん、ね、言ってほしい。いや、それは俺の情報だし、別にあいつのためだよね。あいつのために言ったらいいし、いや、それがいい人頑張ってますよって言ったら、結局会社が寄れてくだろう。いや、いや、お前が思ってる。別にそれは正しいから。日報管理は、まあ確かにしてます。うん、けど、俺の分書いといてーが。あれ言ってないですよ。やばいな。やば。それはやばい。俺の分書いといて、応援行ったやつの分、これこれこれ何日、元請けに聞いて書いといて。めちゃくちゃかっこいいんだよ。めくれてます。めくれてます、今。今めくれてます。で、書き終わったら写真送っといて。それは何？自分の現場も？たまに読みます。そんなこと一切言ってなかったんですけど。まあ、それ主に書くの、主に書くのは。レイジ君、それも自分でやれやん。誰も言わんの、まあ、そこなんだよな。そういうやついないんだよ、私は。さあ、レイジ君、やれよって。お前が責任者だよ。言わない。言えないっすよ。だって、なんで。自分のやつも。たまにあります。お前はどう感じる？まあ、竹の意見はまあ別として裏でどういうやり取りしてるのかわかんない、うん、まあ、多分間違っとったり漏れがあったら龍一君に連絡が行く。ここなんてやってない、書いてないっていうのを伝える。とあとは写真撮って、うん、ショーも毎日送るぐらいし。あ、今のショーが一応絡んでんだ。龍一とミーティングショーがあるんだ。いや、それは何って言ったら、まあ、まず俺が一番興味を示しようと思う、うん、唯一俺が入りたいなと思ってるのは、上位をまだ取れてないんじゃないの、取りこぼしあんじゃないの、現場で行って企画で、リュウジ、お前電話しちゃいやじゃんって言って、誰も電話してこないんですよ。だけど、まあ、例えば、カンタの話だったっけ、なんかあったよな。あ、でも、カンタさんは現場で。なんかちょっと組んでとか言われても、まあ、サービスでやっちゃうとか。サービスでなんか、まあまあ、その、やったやつを、受け負い工事外の、そう、やったやつを言われなくて、見に行った時にたまたま聞いたら、まあ、結局30分ぐらいだったからみたいな。簡単に説明すると、まあ、本工事って受け負いやって、例えば、行ってもらえないのか、言えてないのか、いや、あるんじゃないのっていうのは、思ってんだけど。すごい言ってますか。常用結構聞いてる。常用っていうか、その元請けさんに確認、そ
その入ってるのか込みでこの金額。うん。でも見積もり入ってなかったら入ってないでしょ。それの漏れも今日の朝もショーと話して入っとんのか。おお。怪しいんだ。今日の朝行ってる。はい。ということで。はい。もうちょっと声払え。はい、もうちょっと声張れ。もうちょっと声張れ。何？どういうことですか？どういうことですか？内容、結構追加工事がめちゃくちゃあったんで。あ、ちゃんともらえとんだ、それは。それを取ってんのか取ってないのかちょっと不安だったんで。取ってるじゃない？ちょっと追加を取ってるのか取ってない。だけど日報書いてくれよ。毎日これ追加だよ。まだ書いてるってね。書いてます。うん。あ、これ別工事でしょみたいな。そうです。うん。それを伝わってんのか。ああ結局大元が追ってくるんですか、うん、でその足場を僕らが受けてるんですか、うん、でそこの大元とのやり取りがちゃんとできとるのかどうか不安だった。結構曖昧だった、うん、相手が、うん、ほんの追加でくださいよ逆に言わなかったな。そう、まあ、そういうことだよ。でそこがどこまで言っていいかわからんでってことだよな。やっぱそれは入ったのかどうかちゃんと話し合ってます。なので俺はまあまあどういうふうかわからんけど全体的にどうってじゃあ山が出ると思いますで俺は龍二からもらったの。お前らはどうなのかなって現場行って正直じゃあこれちょっと請負以外の仕事あるかもなっていうのもあるんです。その都度、まあ、その日にやってくるんですけど、うん、結局元請けがおるもんで、翔くんに確認するんですよ、僕は。あ、その現場では言わないんだ。翔がそこに後でどうやって話しとるかどう判断してるかを仰ぐんですけど、じゃあそれを常用で、うん、それは常用だねってなったら、監督さんに連絡するなりして。ちょっと身が深いな。一つ一つ。まあまあ。時間がかかると思って。ちょっと苦深いな。ちょっともう諦めかけた、脳が。これはもうちょっとミーティングが必要だなと。ミーティング必要だ。はい。はい。じゃあ、視聴者の皆さん、ちょっと話が最後、もわっと終わってしまいますが。はい。ちょっと暑さの限界が来てますし、まあ、昼飯だ。はい、昼飯だし。まあでも本当にね、納得した形でやめてほしい。それはお前がじゃなくて。ああ、逆にやめてほしくないな、こんなすげえやつ。言われるよね。なんか後ろ指引かれてほしいね。後ろ髪か後ろ髪引かれるかめちゃめちゃ見てくるけど何の話になってるか見立てください。はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、前もね、はい、はい、せーの、また見てね。めっちゃ余計それ面白いちょっと。